はい、それでは細田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の趣旨がですね、2021年の予定では4月に、サッカーコーチのコーチとしての僕の本が出る予定になっているんですけど、その前にですね、リアルなサッカーコーチの話、現場の意見とか悩みとかっていうのを聞きたいなと思いまして、今日は対談ということでお願いします。よろしくお願いします。はい、早速なんですけど、自己紹介をよろしくお願いします。自己紹介は細田義弘と申します。で、サッカーチームはですね、品川区にある少年サッカーチームにコーチとして携わってまして、主に5年生が担当です。で、初めは子供が、年中から始めたんですけど、小学校1年生になるタイミングで、お父さんコーチっていわゆる、それでちょっと手伝ってくれっていうことで始めたので、約5年ぐらい関わってるんですが、最近ちょっと子供がですね、辞めちゃいまして、だからお父さんコーチって言えないで、なんて名乗ろうかなっていうふうに悩んでるとこありますんで、CL50 コーチとかカズさん公認でなんかつけてもらえたらななんていうふうにもちょっとこの前に考えたりとかしてました。なるほど、ありがとうございます。お金もらってないからプロコーチって名乗れないですよね。確かに。ボランティア コそういうーことチですになっね。て、そう、ボランティアコーチなんて、なんかいいキャッチーな名前があればななるほど。今回どうして対談 OK してくれたのか、きっかけというか理由というか教えてもらえたら嬉しいです。そうですね、一番最初のなんだろう、正直な、ちょっと名前とか、そういうね、関わりたいなみたいな、そういう気持ちもありつつ、あとはですね、なんか皆さん、他にもお声がけされてて、皆さんと作り上げていくっていうのも非常に興味があってですね、ぜひ対談させていただいて、皆さん、他の方との対談を含めて、なんか本が出来上がっていくっていうのは、すごい興味があって、出させていただいた次第ですかね。はい、ありがとうございます。そうなんですよね。僕が言いたいこととか書きたいことはもちろんあるんですけど、世の中のサッカーコーチが知りたいことから大きく例えばずれていたら本当に自己満足になっちゃうなと思って、じゃあ実際の声、すでにね、過去にこういう悩みあったけど解決したっていう人もいるとは思うんですけど、リアルで今悩んでる人も当然他にはいらっしゃるっていうところで、全日本人サッカーコーチの意見は聞けないですけど、多くの人の聞けると、ある程度、過去に僕はこれ結構アンケート取ったことあるんですけど、自分個人の悩みだと思っていることが実は他の人もカテゴリー関係なくそうだったりとかしてるんですよね。それもレベル関係なくこういうことで悩んでますっていうのは結構一緒だったりするっていうのもあったりして、それでいろいろ話を聞かせてもらうんですけど、じゃあ例えば今に限らずですけど、過去も含めどんな悩みや問題が例えばあったらありました？振り返ってみると約5年ですけど、プレーのみならず、もっとセルフイメージとか、こういうアプローチをもっとできたらな、なんていうふうに一つ思いつきました。それどうしてそう、今思ったんですか？やっぱりプレーを上達させるというところで大事なところっていうのは、やっぱそっちの方だと思うので、やっぱりどういうサッカー選手になりたいとか、どういうプレーをしたりたいとか、何を手に入れたいっていうところ、もっとそこを大事にすべきだなっていうふうに感じて、なぜかっていうと、やっぱプレー、多分そこが多分上達とか成長のところが多分大きく影響するんじゃないかなって、改めて気づいたところです。なるほど、なるほど。はい、ですので、来年6年生になって1年間あるので、ちょっとそこをちょっと少し重点的にやっていきたいなんです。マインドの部分ですよね。どういそうですう、ね、マインド、はい、そうです考ね。え方でやるか。あとは、あるあるな技術的な部分に関しては、やっぱり練習、ベターでいうと練習メニューの作り方とか、やっぱりあといろんな、今どう、いろいろインターネット上で練習メニューとかっていろいろ出てるんですけど、僕はちょっと V タイムじゃないので、動画を見てもこれどういう構成になってるとかよくわからないところがあるんで、技術的にもそういうところはちょっと悩んでるというのは正直なところです。そうですね。練習メニューのところは本当にね、よく出てきますけど、だから、そうですね。練習メニュー本がやっぱりちゃんしっかり売れるっていうのは、今もそうみそうたいですなんね。ですけどね。そうですよね。やっぱああいうなんかかっこいい練習とかプロのとか見ちゃうと、ちょっと真似したくなっちゃうんで、はい、なんかいいとこちょっとうまく取り入れられればなっていうところなんですけど。なるほど。ちなみにその、例えばさっきの話に戻りますけど、セルフイメージを上げるとか、その子の捉え方、考え方を、いい方に変えるアプローチって、例えばどんなことされてるんですか？
いや、もう今全然はっきり言ってしてなかったっていうのが正直なところなので、うん、はい、まあ最近はちょっと練習前とか試合前とかに2人組でちょっと今日一日どう過ごしたいかとかっていうのを話してもらったりとか、まあ、したりしなかったりとかになってしまったので、うん、まあ、そういうとこはちょっと徹底してやれるようにとか、うんうんうん、あとは子供なのでやっぱりこう喧嘩しちゃったりとか、ね、悪いとこ見るとけなし合っちゃったりとかするんで、まあ、そういうんじゃなくて少しお互いのいいとこを見つけ合ってもらうとか、まあ、そういうことはやりたいなっていうふうに思ってます。うんうん、なるほど、いいですね。うん、なんかそういうのが自然と習慣化されるようになるといいですよね。そうですね。なんか仕組みができるといいですよね。なんか、はい。うん。あとは練習メニューの作り方が、まあ本当にその子たちに、ね、うん、うん。そうですね、あとレベル差があるので誰でも入れるところなので、まあ、そこの問題もあります、うんうん、あのいろんな学年ミックスしてやるっていうのも一つの手かもしれないですけど、なかなかそういうのも難しかったり、うん、あのちょっとあの運営的に難しい部分があったりとかするので、うんうんうん、あとはですね、やっぱりもう一回振り返ってみると、やっぱりサッカーの捉え方というか、どうしても1対1みたいな感じで捉えてしまっているので、うんうん、いやいやそうじゃなくて、例えば少年サッカーだったら8対8だよ、まあ、11日サッカーだと11対11だよっていう、まあ、集団スポーツなんだよっていうところを、まあ、もうちょっとこううまく理解してもらえるようなことが、うん、あの内容にあればなんていうふうに。他に知りたい、はい、他に知りたいことありますか。他には、まあ、主にはそこの部分ですかね、うん、はい、はい、そうですね。本の中でまた入れてほしい内容は後から、まあ、もちろん聞きますけど、今のところ入れる予定でいるのは、ね、トレーニングメニューももちろん入れようとは思っているんですけど、はい、視覚を刺激するトレーニングをいくつか入れました、はいはい、入れる予定です、はいはい、うん、あ、それは素晴らしいですね、うん、それは一番重要だと思いますね。結局あの巷では認知判断実行って言われているところ、まあ、それが僕は知覚判断実行だって言ってるんですけど、まあ、その理由まで書いてるんですけど、まあ、要するに見えてるかどうかっていうか、それちゃんとキャッチできてるかどうかっていうのを大事だってみんな言ってるわけですよね、もちろん。で意識はされてるんですけど、具体的にどんな練習で落とし込むのみたいなのがやっぱり抜けてると、結局そこは向上しないっていう困ったりするんで、そこは本には入ってますね。そうか、聞いてて思ったのは、まあ、あとフィジカル的な要素も少し入ってたりとかする。ああ、なるほど、うん、体の使い方みたいな、はいはい、それをちょっと少しあの小学生だと飽きちゃってなかなか、うん、あのやりたがらないことがあるかもしれない、少し楽しくできるとか、ボール使ってできるとか、うん、まあ、そういうのがもしあれば。はい、ありがとうございます。まあ、細田さん、いろんな他の人のセミナーもね、とかサッカーだけじゃない、サッカーだったりサッカーだけじゃなく、いろんなセミナー本当受けられてると思うんですけど、まあ、僕のセミナーにも6ヶ月後座も来てもらってですね、他のセミナーとの違いって例えばどんなところがありますか。やっぱり脳科学とかですね、人間心理学の要素が含まれてるとか、他のところと大きな違いかなっていうところで、まあ、それを背景に冒頭もうちょっとあのセルフイメージ上げればよかったとか、そういうことを申し上げてしまったんですけど、まあ、ここはおかげさまでこういうことをあの学ばせていただいて、改めてまあ今日この対談というか、こういう形でお話しさせていただくときに、何か話そうかなと考えたときに、改めてやっぱここが大事だなっていうのを改めて気づかされたっていうところなので、やっぱりあのそういう脳科学心理学的なところが非常に大事であるし、特徴的なところであるというふうに思ってます、うんうん、ありがとうございます、まあ、結局、まあ、僕はこれなんだろうな、完成することないと思うんですよね。人について研究するって脳が完璧に、ね、理解されている部分ではまだまだないし、はい、じゃあ心の部分ってまだまだ解析されている部分ってあるけど分かんない部分もあるしっていうところで言うと、これ一生続くものだなと思ってるんですけど、でもこう少なくとも人を理解しようとする、まあ、もちろん自分のことを理解するっていうのが大前提ですけど、そこがないと何か物事を教えようって思っても聞いてくんないっすもんね、うん、そうっすね、うん、どんないいこと言っても聞く気がないやつに言っても、そうやってくれないと困るっていうか、結局教える側としてはその子が何かしらの行動を起こさない限りは変わらないので、そこが一番かなと本当に僕はそう思ってるんですけど、うん、なるほどなるほど。じゃあもうそこに続いてですけど、
どんな内容を、さっきもちょっと話が出ましたけど、どんな内容をこうサッカー講師のコーチとしての本として入っていたらいいなと思いますか？そうですね、まあ、ターゲットにもよるかと思いますけど、まあ、基本的にはですか、あの初めてコーチやられる方とか対象は。そうですね、まあ、基本的にはそうですね、うん、小学生年代、まあ、ボランティアコーチだってお父さんコーチっていう最初のこうサッカーに触れるところの人たちがターゲットかなとは、はい、思ってます。あと、まあ、僕らが6ヶ月講座で習ったことすべて入ってればなんていう思っちゃうところですけど、まあ、サッカーとはみたいなちょっと外転的な部分と、まあ、あとは指導者としての在り方とか、まあ、関わり方、まあ、それが脳科学だったり心理学を少し背景にで、まあ、もちろん技術的な部分、はい、その3本柱になってくるんですかね、うんうん、あとは、まあ、心技体っていう観点でいくと、まあ、心は技術の部分で、まあ、体の部分は、まあ、さっきフィジテリテ、うんうん、フィジカル的なっていうふうに言ったけど、まあ、カズさんならではの栄養学とかかって面白いですね。なるほどね。もしかしたらちょっと今まで聞いたことなかったので。結構疎いですからね。ひたすらタンパク質食べろってしか言えなくて、まあ、消化できる量が決まってるからですけど。あ、またその扉を開かせるのはですかね。そうですね。でも単純にこれ別に食育、僕栄養学本当詳しくないですけど、あの外国人見て面白いなと思ったのが、結構リンゴとか丸かじりしたりとか、要は硬いもの食べてるんですよね。フランスパンそもそもすごい硬いしっていうところで、顎使うなっていう、なんか日本人帰ってきて思ったんですけど、柔らかいものを食べ、まあそれがなんか割と普通、すっごい硬いものをバリバリ食うとかあんまな、まあ、そうしないようにしちゃってるかもしれないと思って。確かにそれなんか言われてますよね、最近顎の力が、はい、弱くなってきてるとか、やっぱ噛んでると脳に刺激がいくんで、うん、その辺の影響があれなんて。スルメとかあんまり子供食べないですもんね。食べないですね。昔は食べてましたね。スルメとか。じゃあ、まあ、さっきもターゲットは、まあ、お父さんコーチに限らないんですけど、はい、例えばどんな人に、まあ、僕が書く本っていうか、サッカーコーチのコーチっていう視点で僕は本書かせてもらうんですけど、どんな人にお勧めできそうですか？まあ、全ての競技の方に、指導の部分に関しては共通すると思うんで、全指導スポーツの指導されている方に興味を持ってもらえれば面白いかなっていうふうに思いますかね、うん、まあ、ただサッカーの応用が入ってきてしまうので、うん、まあ、そこの部分が、まあ、共通して共通できる部分があればもちろん面白いと思いますし、うん、ですので、まあ、たくさんの方に手に取ってもらうっていう観点だと思うんです、ね、全競技対象にすると面白いかなというふうには思ってますけど、まあ、ちょっと仲間内でもそんなやり取りがあったかと思いますけど、うんうんうん、はい、10万ブルニアみたいな。そうですね、まあ、そうですね、届いてほしいなって、こうなんだろうな、理不尽な思いをしたりとか、なんかサッカー本当は好きなのに、なんだろうな、厳しく言われすぎて面白くなくなっちゃったとか、まあ、否定され続けて面白くなくなっちゃったとかっていう子供だったり、それで苦しんでる親御さんもそうだと思うんですけど、正しく知識を持って楽しくスポーツをやるっていう風に、なんかで、ね、やるきっかけとして、そういう風な形として表現できればいいなとは僕は思ってるんですけど、はい、うん、僕も本当そう思います。スポーツってそもそも楽しむものだっていうものなので、うん、それがいつしかちょっと、はい、違う方向に行ってるケースがあったりとかする、うん、まあ、それでプロなんかはもちろん、それでプロフェッショナルとしてお金もやってるわけなんで、そういう厳しい環境っていうのは必要かと思いますけど、うん、そうですね、はい、ありがとうございます。